どうも、シュンです。こんにちは。就活会議の岡崎美久です。こんにちは。今回は、実際の番組で面接とかもされていた方に、本日はお越しいただいたので、商社の面接を模擬面接しようという企画になっております。商社行きたい人であったりとか、これから面接をやろうっていう方におすすめの動画です。では、自己紹介お願いします。宮島と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は京都大学の経済学部を卒業しまして、新卒で丸紅株式会社に入社しています。約6年半勤務をして、今他の会社で働いているというような形になっています。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人も自己紹介をお願いいたします。東京未来大学モチベーション行動科学部から参りました、節政拓也と申します。今日はよろしくお願いいたします。日本女子大学から参りました、人間社会学部社会福祉学科3年の弘中ゆりと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ということでですね、本日は模擬面接なんですけども、お一人ずつ面接をしていただいて、片方は就活会議チャンネルの方に出るんですけども、最終的にですね、どっちが良かったかっていうのを判断いただけたらなと思ってます。この動画でもそれぞれの方のフィードバックをしていただくので、視聴者の皆さんも面接を受ける立場として見ていただけたらなと思います。ということで早速面接の方をお願いします。改めましてよろしくお願いいたします。節政さんでよろしいですか。はい、大学の学科はどちらでしたっけ。モチベーション行動科学部です。ここになぜそもそも入ろうと思われたのか教えていただけますか。高校生の時にバスケットボールに入っていて、その時先輩とか顧問の先生とこう人間関係ちょっとうまくいかない時があって、なんで自分の言いたいことだったりとかを理解してくれないんだろうっていう自分勝手なところがあったんですけど、冷静に考えた時に相手のことだったりとか、なぜこの言葉を言ったのかなって興味関心を持っていて、そこから心理学をちょっと中心に勉強しようというふうに思って心理学をまず決定しました。その中で次に心理学を使って実際にできることって何なんだろうなって考えた時に、友達だったりとか社会人の人と一緒に心理学使って人間関係よくやりたいなっていうふうに思っていて、そういった人を動かすマネジメントみたいにそこから興味を持ってモチベーション行動科学部を選択しました。学生時代に一番一生懸命やってきたことが何なのかということについて教えていただけますでしょうか。私が学生時代頑張っていたことは、企業の SNS アカウントを企画から運用まで担当し、去年の5月から現在までで約800人フォロワーを獲得しました。大学に入ってから何かやりたいなっていうことを思って1年生の時から長期インターンに参加しました。マーケティングスクールだったので、大学生をターゲットにマーケティングに関する知識などをツイートしていました。しかし1ヶ月目から2ヶ月目はなかなか伸びることができず、これは改善しなければいけない課題だなというふうに感じていて、まず大学生がどういった場面でビジネスだったりマーケティングのフロに触れるのかなっていうふうに考えた時に、調査した結果、就活とかに関する時にマーケティングとか業界などに関心していました。それに対して今まで大学生っていう大きな幅から今度就活生っていうふうに幅に限定して、自分が長期インターンで学んだことだったり実際に社員さんからやりがいみたいなのを聞いて、それをツイートをしました。それをしていくうちに4ヶ月目からは150フォロワー1ヶ月間で獲得することができて、約8ヶ月で800フォロワー獲得しました。なぜそういったことをやろうと思ったのかっていうのをもう少し詳しく教えていただけますか。卒業した後にやっぱり目上の人だったりとかと関わっていくので、そういった人たちと何かやりたいなと思って長期インターンをまず1個選びました。でその中でなぜマーケティングになるのかというと、授業でマーケティングを学んでいた時に、世の中の商品やサービスって誰かが使ってくれる人のことを考えたりして思いやりを持ってこう作っているんだなっていう風に感じていて、自分自身もそういったものに関われるんじゃないかと思っていて、そのインターンに参加しようと思いました。社会人になった後にどんな仕事をされたいかっていうのはありますでしょうか。まず自分が今学んだマーケティングの強みを生かして、丸紅さんが行っている貿易とかに関しても何が要求されているのかなっていう情報を自分でこう見つけたり、貿易とかに関わって直接外国の方だったりとかいろんな方と関わっていけるようにしていけたらいいなと思ってます。私の認識だと、ウェブマーケティングと商社のマーケティングって言葉は似てるんですけども、内容がだいぶ違うなと思ってまして、節政、はい、さんの理解で商社のマーケティングとウェブマーケティングっていうのはどういう違いがあると思いますか。ウェブマーケティングっていうのは目に見えない大多数の人たちっていう認識があって、大事になってくるのは言葉のチョイスだったりとか見せ方のチョイスだと重視されてるなっていうふうに思っていて、商社のマーケティングってなりますと取引先の顔でしたりとか国とかがあるのかすでに分かっていると僕は思っていて、その人たちにこう信頼されるように数字ですとかデータっていうのを常に見せたりとか確認し合うために、相手が何を求めてるのかなとか、こうしたらどう反応するかなっていうふうなことを考えていくことが違いではないのかなっていうふうに自分では考えてました。
商社のマーケティングはお客さんとの信頼関係とかもおっしゃる通りだと思うんですけど、はい、根本的に違うと思ってて、まあ、B2B なんですよね、はい、私が疑問に思ったのは、はい、節松さんが B2C のマーケティングでやってきたこと、やりたいと思っていることが多分大きく違うので、社会人として仕事をする上でどういうことを成し遂げていきたいかとか、そういったところをもうちょっと聞きたいんですよね。みんなと一緒に共通の目標を持ってそれに向かって成し遂げたいなっていうふうなものを持っていて、それが今答えなのかなっていうふうに思って。最後に逆に質問したいことであったりとか言い残したこととかあればお願いします。宮島さんが思う丸紅さんで働いている時に成果を出したりとか達成したりする人の特徴とか共通のものがあったりとかしたら教えていただきたいんですけど、何かありますでしょうか。大きな会社なのでいろんな人がいるといいますか、バラバラではあるんですけど、共通項としましてはやはりそのコミュニケーションを取るのが好きな人が多いというのは転職してからも感じるところでして、社外のお客様と信頼関係を結ぶっていうのが得意っていうのはもちろんあると思いますし、社内的なそういう人間関係を作るっていうのにやっぱ上手い人ってのは多いですし、人間関係であったりとかコミュニケーションがうまくできる人がようやくその仕事ができるベースになるというか、それができて初めて評価されてそこから活躍できるかどうかが決まるみたいなところはあるのかなと思います。ありがとうございます。はい、ということで面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。今の節政さんの面接丸か×か最終に判断いただいてもよろしいでしょうか。はい、ではお願いします。ここですかね。おー、理由とかって聞いてもいいですか。就活準備中だと思うんで今の段階ではってことにもちろんなるとは思うんですけども、まずその話してる内容の一貫性っていうのがちょっと足りないかなってところが一番大きな理由だと思います。今回の面接ですと高校時代にバスケットボールやってらっしゃったと、でそこで人間関係を構築するっていうことに興味を持って大学の学部を選ばれて、そこで興味を持ってインターンに参加されたっていうのはそこはあの軸が通ってるかなと思ったんですけど、どういう仕事を商社でしたいのかっていうところもちょっと一貫性がちょっと足りなかったかなっていうふうに思います、はい、SNS のマーケティングと商社のトレーディングって全然違うと思うんですよ、はい、商社のトレーディングってマーケティングっていうよりか営業の要素が非常に強くて、うん、SNS って不特定多数の人に情報を出してどれだけフォロワー数を増やすとか、うん、ネット上で物を売るとか、まあ、そういうビジネスモデルだと思うんですけれども、商社の場合は集客とかあんまりないんですよね。お客さん決まっていて競合がいてオファーの内容であったりとか人間関係の信頼であったりとかそういったところで商売を取っていくっていうようなビジネスなので大きく違うっていうところがあると思うんですよね、はい、なので学生時代これまでやってこられたことをうまく商社でやりたいことにつなげるっていう意味だとまだ弱いのかなというふうに感じましたね、はい、あとはそのグローバルに働きたいとかチームで大きな一つの物事を達成するとかって結構商社ではよくある志望動機になるんですけど、そこでやっぱ一貫性のある経験を積まれてきて、例えばグローバルで活躍したいっていう人であれば海外経験をしている人が多いですし、海外経験してなきゃ言っちゃいけないってわけではないと思うんですけど、経験とやりたいことの一貫性、あとはその商社の業務をちゃんと理解できているのかってところで一貫性っていうのはちょっと足りなかったんじゃないかなと思います。ちなみに学知課で何人だからすごいとか全くないと思うんですけど、8ヶ月で800人ってしょぼいなって個人的に思ったんですけど、それどう思いますか。面接官的に正直数はあんまり気にしてないと思いますね。特に商社の人って SNS マーケティングとかやってないんですよ。疎いってのもあってそこの数とかはそこまで感じなかったですね。じゃあエピソードの選定的には悪くなかった。内容自体はもうちょっとこう具体的かつもし簡潔にお話しさせてた方が良かったかなと思いますね。なので一つ目は軸がちょっと弱かったのかなっていうのと、二つ目はもっと簡潔にお話しされた方がいいかなと思います。もう少し一回のタームで話す量っていうのを少なくしてもいいのかなっていう気はしましたね、はい、改善方法みたいなのがありましたら教えていただきたいです、はい、まず一つは商社がやってる業務の内容っていうのをちゃんと把握した方がいいのかなと思います。日々どんな仕事を社員がしてるのかっていうビジネスモデルといいますか、どこでどういう構造でお金を稼いでいるのかっていうのをなるべく具体的に企業分析をしたりとか実際に現場の社員の話を聞くとかそういうことを通じて理解した方がいいと思います。業務を理解するとどういったその特徴があるかっていうのが分かると思うので、
ので、商社に入ってこういうことがしたいっていうことを言えるように準備をする必要があるのかなと思います。難しいんですけどね、うまく伝わるようなエピソードを準備できるようにしておくと、話はしやすいのかな、評価もされやすいのかなというふうに思います。はい、ということでですね、今、節政くんの面接が終わったんですけども、辻弘中さんの面接を、就活会議チャンネルでしていただいて、最後にどっちが良かったかっていうのを判断していただけたらなと思います。ということで、一旦ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。中国は本当に進化が早い国だと思っています。人々の生活を社会基盤から豊かにしたい、例えばインフラであったりとか、そこちょっとつながりがあんまり見えない、就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。